きょう行われた締結式には三重県信用保証協会の稲垣清文会長をはじめそれぞれの代表者が出席し覚書にサインしました三重県信用保証協会と日本政策金融公庫の県内3支店は2016年に業務提携などに関する覚書を締結しこれまで事業者への情報提供や金融支援を行ってきましたが 今後、売上拡大などの経営支援を合わせて行うため、三重県産業支援センターを加えた3社で、今日う、覚書を交わしました。稲垣会長は、地域経済にを担う中小企業への切れ目ない支援が可能になり、さらなる事業の発展につながることを強く願っていると話しました。今後は3社の経験やネットワークを組み合わせ、 創業者に向けた相談会などを行う予定です。